また今回試合時間が21秒ということで、まあ、今回のインタビューは試合時間より確実に長くなると思うんですけどももうしゃ勝って喋り倒す気満々でいらっしゃったと、まあ、焦るな雷神と、ジンと焦るなって <laughs> あのちょっとねこう、まあ、確実に試合時間は超、えー、えようと思ってたんですけどただちょっと僕一番気にしてたのが対戦相手ですよね試合前インタビュー 彼28分でしたっけあれふざけてるなと思って <laughs> ちょっとあの通訳が入るんでねそうですよね、はい、だから今回あの連れてきたんですけどちょっと彼ズルしてるんで試合前にあ通訳入れて英語でで今度また英語言って今度日本語に変えるっていうあれはそんな簡単に俺のインタビュー時間衝撃を超えられると思うんだよと、うん、それはまず一番最初に伝えたかったなと。 試合も衝撃的だったんですけど、あの煽り映像あれは試合前ご覧になりますか。そうあのー、やばいやばいっていなんか歌ありましたよねあれあれ誰作ったんですか。まあ、まあ、あのいつも作っていただいてる。あれふざけてますよね本当にお前のがやばいぞっていうちょっとあの本、ー、当ちょっと作った人後でちょっと調べてちょっとそいつにちょっと学ばせようかなと思うんですけど。<laughs> お前が本当にやばいぞと。人をあんだけいじくり倒して、あの前回の試合の時も、来人で試合した時も、結構僕のことをいじる格闘がいたじゃないですか、ちょっと性格の悪い。人のことをいじって、こう、広告収益につなげると。ベビー梅たちは、俺のことを学んだ方がいいぞと。ベ,ベビー梅ベビー梅。もう、子供、子供ですよ、子供。ベビー、うん。 大人な梅になにお前らとちょっと皆さん笑ってますけどバカにしてるんですか <laughs> あのー、雷神に登場するようになってだいぶトークの方が覚醒したと思うんですけど何かきっかけはあったんですかきっかけは雷神でしょっていうきっかけは、えー、そのまあ雷神向いたい王者っていうものができたとしたら誰とやりたいみたいなイメージって今の時点ではありますかうーん、まあ正直 誰ででもいいんですよねただ、無栄大ルールで僕と、えー、やる、きっと国内の選手ってなかなかいないと思うんですよね。あのージ選手も含めて。まあ、みんな勝てないって分かってるから、やらないと思うんで、ただそこでこう、勇気を出して、やってくれる相手がいるなら、やってあげてもいいよっていう。コー分かったやってあげてもいいから、待ってるよ。 その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。山内さん大変です。はい、まだ13分です。23分11秒。ちょっと今回は小爆名になっちゃっいましたけど、まああの次回ちょっと楽しみにしててもらえたらなと。 それからご質問よろしいですかあと13分あるそうですけれどもよろしいですかどうですかもうもういいんですか衝撃は14分ですはい14分9分はきついな今日今今日 <laughs> 今日このぐらいにしておきましょうかはい、わかりましたありがとうございましたそれでは梅野選手の試合後インタビュー終了となりますありがとうございましたありがとうございました